かことね、まほ、私たちはチェゴです。今日の企画は、はい、逆再生の振り付けを覚えて踊って戻したら普通に踊れてるのか選手権。何ですかそれは。逆再生のやつを覚えてそれを戻したら普通のダンスになるのか。無理無理だろ。どんな感じなんだろうね。髪、うち髪の毛が長いからヤバくなりそう。そこも、国じゃねえ、うち。今回踊る曲は、はい、パラダイスです。わー、一からまた覚えなきゃいけないってことだよね。パラダイスの振りは分かってるけど、逆再生ってなるとまた別物だから、ね。え、これ、めっちゃ脳みそ使うやつじゃん。無理なんですけど。じゃあやめましょう。レッツテイクオー。はい、はい、スタート。レッツ。むずい、これ。ごめん、待って、むずい、むずい、厳しい、厳しい、厳しい。ガチよ、やばくね。予想以上にむずいんだけど。さあみんな、さあみんな。うち、パリの座ちのうから一歩に進まないで。はい、ということで、はい、踊り終わったので見ていくぜ。イエーイ。アピール、アピール。スタート。わしわし、はい、できてんじゃん。おー。
ボロボロやないかい。な感じになるかと思ってはるかとかこれはダンスプラクティス一人バージョンでもいけるさすがにそれはきついわね振りと振りの間がちょっと長いじゃん、うん、だからちょっとそこが短ければ短くなるほどもっと上手くなると思う確かにだからもっと振りがいっぱい入ってるやつの方が逆にね逆にいいと思ったはるかはもうマジで途中頭おかしくなるかと思った呪文がずっと流れてるみたいな感じだから多分覚えてる時のうちに何か物を打ったら多分噛む判断力に見てますここまでうまくいくと正直思ってなかったので、うん、よかったですはーいはい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございましたありがとうございまし ました。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いしますお願いしますあと SNS のフォローもお願いしますお願いします以上チェゴでしたバイバーイ